皆様こんばんは。タロット歴24年目の大瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は8月の5日水曜日です。あの人からのラブレターということでお伝えをしたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もルノルマンカード、エンジェルカード、タロットカード、液タロットなど、たくさんのカードを使っていく予定なんですけれども、選んでいただきたいのが、はい、こちら、スワロスキーのリングです。はい、これピンク、これが1番です。はい、そしてこれが、黄色ですね。これが2番です。はい、そしてこれがブルーです。こちらが3番となっております。お相手の人のことをこう考えながら、どの色がピンとくるかで選んでいただければと思います。さて今日はどんなお気持ちをあなたにラブレターとしてお伝えできますでしょうか。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではピンクのリングの方、お待たせしております。じゃあカードを今からシャッフルをして出していきますね。これはあの人のこう頭もかなりこうご自分で意識している気持ちと思っていただいていいかと思います。あなたへの率直な気持ちですね。はい、こちらも同じくです。はい、先生、ちょっと今後の、ね、こうなっていきたいねという未来も考えられますし、こうなっていくだろうということも考えられます。ちょっとその時に応じてこう見方を変えていきたいと思います。じゃあ今の2人の流れをこちらルノルマンカードで見せてください。これが、2枚出たな。はい、これで OK です。よいしょ。じゃあ、いわゆる本音の部分の、ラブレターの本質と思っていただいてもいいでしょうか。じゃあお待たせしました。まず今のお二人の関係性をこちらルノルマンカードで見せてくださいね。はい、これはクローバーと船のカード出てます。何かお二人が今関係が始まったばっかりとかそういう状況なのかしら。もしかしたら今お二人に距離があるのかなって思ったりもしたし、こうどちらかが例えば夢に向かって頑張り始めたとかそういうことも考えられるし、あとはあなたたち2人が何かに向かって2人で動き出した、こうキーワードはこう動き出す、動くということなんですね。だからこれは例えば、しばらく連絡が取れなかったあの人からこうね最近連絡が来たということもこれ考えられるかなということで、
こう今お二人はこうもしかしたら距離あるかもしれないんだけれども、でもこう幸せな状態、それは考えられるかなと思いました。じゃあまずあの人の頭の気持ちという意味であなたへのラブレターをお伝えいたしますね。はい、どうでしょうか。はい、こういうカードが出ています。なるほど。こう変化をしよう、動き出そうとしたのは、これはお相手の人なのかなという気がしました。なんかこう寂しい思いをさせるんだけれども、なんかね、私、僕はこう次のステップに行かないといけないんだ、ごめんねっていう、そういう気持ちがお相手様のもうこう冒頭に書きたい 気持ちのような気がしますね。でもなんか待っててほしいっていう気持ちもこれあるんじゃないかな。はい、これも、はい、お相手の気持ち、不安みたいです。なんかね、このままね、僕は私はその方向に進んでいいのかなっていうのが、このまま進んでいいのっていうのがとても不安にあるような気がしますね。これからこう寂しくなるかもしれない、あなたというあの炎、自分を明るく照らしてくれる人、その存在がちょっといなくなるのが非常に寂しい、そういうふうに今お相手の頭の中は思っている。なんか行かなくちゃ、でも寂しい、非常に不安、そういうこう相反するものがすごく見えるような気がするんですね。そっか。ちょっとね、これ潜在意識まで見た上であなたへのラブレターをお伝えさせてください。さあどうかな。ああ、やっぱり離れるって出ますね。こう距離がね、できるって出るんですよね。ではすごいですよね。でもやっぱりあなたが本命か。なるほど。はーい。じゃあちょっとこのね、未来のカードも一緒に見てみましょう。おお、すごい。家族というカード出ましたよ。なるほど。あ、そう、このね、風化歌人ってズバリ家族っていうのを表すんですよね。で、まあ、ちょっと駅っていうのがこう古い考え方なので、男性は外で、女性は家でっていう考え方があるんですよ。なので、内助の公的な感じで見ていただいているのが女性であれば、あなたが家庭のことを切り盛りしながら、そうすると家族全体が、家全体がうまくいくよっていう家なんですよね。で、家族っていうことが出たということは、今見ていただいているあなたとお相手様がこれから家族になる可能性もあるっていうカードだと思います。はい、じゃあ、あの人の気持ちを、まあ、ラブレターということでお伝えさせてください。今ちょっとこれ女性目線で言わせていただくんですが、こう私僕っていうのを切り替えて解釈していただければと思います。今僕たちは少し離れ離れになって寂しい思いをさせていると思う。そこはごめんね。でも僕はやっぱり今行かないといけないんだ。すごく不安だし、君が隣にいないこと、このことがこうどれだけ怖くて不安になるかなっていうのが、今ようやく現実として分かってきたような気がする。今から君と離れること、それはとても辛いんだけれども、でも君が人生の上でただ一人の唯一の人、今までもこれからも含めて君が人生の最愛の人、
そこは全くもって変わらない。離れたばっかりの今なんだけれども、すでに君が恋しい。大好きだよ。帰ってきた時には、この旅が終わった時には、今度は家族になろうね。はい、こういう気持ちが見えました。はい、これが1番の赤のリングの方です。よかったら参考にしてみてください。おやすみなさい。はい、2番のゴールド黄色のリングの方、お待たせしております。じゃあ、お二人の今の現状をこちらルノルマンカードから見ていきたいと思います。あなたへのラブレターを最後にお伝えいたしますね。エキタロットのお二人の未来の流れで出していきたいと思います。2枚出ましたね。ちょっとこれは1枚にさせてください。はい、じゃあ、あの人へのラブレター、本音の部分を、おっと、早速出ましたね。はい、見ていきましょう。はい、お待たせしました。じゃあ、まずあなたとお相手様の今の関係性見てみましょうね。おー、すごいですね。女性とハートのカード、すっごいラブラブですか。女性の皆様というか、この女性っていうのは今見ていただいている皆様のことです。見ていただいている女性もそうだし、もし男性の皆様であっても、これはあなたのことです。なんかこう、あなたがとってでも大好きな人がいるとか、もしくはあの人ともうとってもラブラブ、いやー、ハートが出ましたね。すごいです。さあ、どうなんだろう。ちょっとカードを見ていきながら、これがあなたが好きな人なのか、それともこうお二人の関係がラブラブなのか見ていきますね。おお、すごいカードが出ましたね。はい、じゃあ、お相手の頭の中の気持ちです。あなたへは非常にポジティブな気持ちあるみたいですね。あ、なんかこんなに好きでいてくれて嬉しいよみたいな。あ、後ほどね、お気持ちをね、全部伝えるので、今はまだなんかこう、あなたのことをこう、そこまでこう深くまだ知らないのかなっていう感じがするんですよね。なんかこう、距離感がこう今から近づくような、そういう感じが見えるなーって感じです。ただあなたの気持ちはあの人は知っていて、で、あの人はその気持ちに対してありがとうって思ってくれているところがまずね、感じられます。はい、じゃあね、こちらも同じく気持ちです。すごいじゃないですか、戦車の聖地。おお、なんか、はい。あ、まず今のところ超いい感じですね。いい感じです。はい、じゃあ、心の気持ちも流れも見ていって、あなたへの
ラブレターということを伝えさせてください。わー、ソウルメイトと思ってるよと。ほう。おお、もうなんかこうあなたのことを非常にこう身も心も感じていますね。ほう。なるほど。すごい、ベリースーンが出ました。なるほど。ん、ちょっと待ってね。あ、はい、もうこれは恋愛始まってますよね。うん、了解です。はい、じゃあこう2人の流れということで、これ液タロット。おお、海水が出た。何かお二人の関係が、これ苦労がね、ちょっとね、出てくる可能性があるな。なんかこうピンチが出てくる可能性があると出ている。うん、ちょっと待ってね。はい、じゃあ、の人のラブレターということで、あなたに伝えさせてください。これは女性目線で言うんだけれども、もし見ていただいているのが男性であれば、言葉とかをこう切り替えて置き換えていただいて大丈夫です。はい、じゃあよろしくお願いします。僕と君、今とっても愛し合ってて、僕はとっても幸せだよ。君に出会えて、こんなに心のときめき、人を愛すること、それがすごく分かったような気がする。そしてまだ僕たちはこう出会ったばっかり、付き合い始めたばっかりというところはあるかもしれないけれども、でも君が僕のことをどれだけ大切にしてくれているか分かっている。そしてやはり考えれば考えるほど、君のことを深く知りたい。それが最近の気持ち。君を守りたい。これからも守っていきたい。その、こう、君を守りながら人生を歩いていきたい。そういう気持ちが出てきているよ。そしておそらく君と僕はソウルメイトっていうことじゃないかなと思っている。まあ、ロマンチストな君のことだから、君もそう思ってるんじゃないかな。うん、とか言いながら、なんやかんや言いながら、君は僕に早く会いたいし、僕は君を抱きしめたいんだ。これが僕からのラブレターだよ。もしこれから2人、例えば辛いことがあったり、何らかの形で離れることがあったとしても、でも頑張ろうね。もし何らかの障害があったとしても、そこに負けないように頑張っていこうね。今は本当に僕は君に会いたい、抱きしめたい。それが僕からのラブレターだよ。という感じです。うん、だからこの「簡易水」っていうこのカード、なんかね、こう2人に障害、まあこれ誰でもそうなんですけれども、もうずっと幸せでいく人なんていませんもんね。なので大きな障害があるかもしれない。でもね、あの人はもしそういうことがあったとしても、2人で乗り越えていこうねっていうことを言っているのではないかと思いました。はい、これがあの人からのラブレターです。おやすみなさい。はい、3番のブルーのリングの方、お待たせしております。それではこちらの、ラベンダールノルバンからお二人の今の距離感見ていきたいと思います。カードを2枚取っていきます。これは、あの人の頭の中の気持ちです。最後にラブレターということで、あなたへの気持ちをお伝えしますね。3枚出たな。はい、これ3枚取らせていただきます。タロットは正逆あるんですけれども、私が、まあ、目を
閉じて選ぶときにどちらか感覚で選んでいます。はい、じゃあ液タロットで、はい、お二人の流れ見てます。はい、これがこのお相手の方の、まあ、深層心理潜在意識ですね。じゃあラベンダールノルマ開いていきますね。さあ何が出るかな。おおすごいですね。怒りと太陽です。なんかとってもラブラブですかって感じですね。怒りっていうのが、まあ、海に沈める怒りなんですけれども、こう2人の関係性がもうとても絆が強い、もうしっかりとした関係性って出てるんですよね。で、それに太陽、お互いにも言いたいことを言い合いながら、でもとても仲良くって、こう周りの人にも祝福されていて、そして太陽天体星座なので、こう宇宙からもあなたたちのことを見守ってるよっていうような、こうそういうとてもポジティブな状況考えられます。すごいですね。はい、じゃあお相手の頭の中見てみましょうね。なんかカードがねいっぱい出ましたよね。はい、じゃあ3枚です。あー、すっごいいいカードね。天使の羽みたいですよね。ね、オプチュニティ、道作っていこうねとね。これあのこう竜巻のような、あのなんだっけな、エネルギー、それがすっごくあるというか、もうすごいですよこのカード。うん、うわーすごい。なんかこうお会い、あの後ほどお相手のこのカードを全部出しながら、お相手からのラブレターということで最後にお伝えするんですけれども、もう今の段階でどれだけあの人があなたのことをもう本当にとても好きなのかがまず分かりますね。あー、カップの6、うーん、なんかね本当に大切な人みたいですね。うーん、すごいな。じゃあちょっとねこちらのカードを開いていきますね。子供、うーん、すごいですね。両方子供のカードだね。うん、はい、こういう感じ。わかりました。もうお相手様、あなたとの結婚を考えてますよね。もう結婚して、もうね、こう何人子供が欲しいとか、こんな家に住みたいとか、もうなんかこうそういうところまで。子供はね2人以上欲しいとか、なんかこうそういうことをもう考えてるなっていうのがすごくわかります。じゃあお二人の流れを見てから、あのこのお相手からのラブレターということをお伝えしたいと思います。あー、すごいですね。はい、天雷無謀、もうすでにお二人とてもねなんか自然体ですよね。今でもこう無理がなくね、この太陽怒りが出てるから、もう本当にこうお互い素直で、もう本当にこう素でいれる、それですごく居心地がよくって、こうなんか嘘がない、表裏がない、こうそういうこういいお付き合いがまずできているかと思います。
なんかこう見ててこう微笑ましい感じですね。はい、じゃああの人からの、はい、じゃあラブレターをお伝えします。女性目線の言葉に今なっていますが、見ていただいているのが男性であれば、その僕と私っていうのを変えて聞いていただければと思います。はい、あの人からのラブレターです。もう僕と君はね、付き合いとっても長いよね。いつも楽しくって笑わかせてくれて、本当に楽しい幸せな時間をとってもありがとう。僕は本当に幸せだよ。これからもこの気持ち、こうずっと素直に持ち続けていたいと思う。そして僕は君がこうどれだけ大切な存在かっていうのが最近より分かった気がする。僕にエネルギーをくれる人なんだよ。そして出会えたことは、もうこれは絶対に、天使 が天使様が与えてくれたもう素晴らしい運命だと思っている。そして今僕たちは付き合いが長くなっているけれども、僕は次の道っていうのを考えているよ。もう将来やっぱり結婚して一緒になって、そしてもう早く子供も欲しいと思っている。できれば男の子と女の子それぞれ恵まれたら嬉しいよね。確かにお互いにすごく個性は違う。でもだからこそこんなにお互いに刺激し合えるような、こういう素敵な関係があるんだと思う。これからも君の天真爛漫なところとか、こう何をするかわからないところとか、そういうところも含めて僕は君のことが好きだし、これからもとにかく自然でナチュラルで、そして嘘偽り、そういうものがない関係でいようね。これからもどうぞよろしく。僕は結婚を考えてるけれども、君はどうかな？はい、以上です。これがお相手からのお気持ち、ラブレターということで、お届けをいたしました。はい、おやすみなさい。どうぞゆっくり休んでください。